ヤイトムシ目は、ハサミカクアモン、クモガタズナにところ属する節足動物の分類群。ヤイトムシと総称される、小さな土壌生物である。サソリモドキと似通った外見を持ち、英名も、ショート、テールド・ウィップ・スコーピオンと呼ばれている。両者は、系統的にも類縁であり、かつて、ヤイトムシ自体が、サソリモドキに含まれた。ヤイトムシの体ピーピー。 プロペリティジウム MS、メサペリティジウム MT、メタペルティジウム T1、5体第1節、T2T9、5体、第2から9節 AP、5体第12節フローリダ、微節大きさは1センチメートルに満たない、小動物である。胴体は、縦長く、分節のある前、体と楕円形の後、体からなり、その間はややくびれる。全体は細長く、 廃校はサンセットのペルティジウムという外骨格に分かれる。前の1枚はハサミ角から第2脚までを覆う。そこにある目は往々にして対価的である。残りの2枚は、それぞれ、第3と第4脚に対応しており、いずれも、さらに中心から左右2枚に分かれる。この特徴は、分かれた中心を意味する学名、スキッツミダの由来ともなる。全体の複足は、 前後に三角形の腹板を持つ。ハサミ角はサソリもどきのように、ハサミ型に近い赤魔状となる。フレシュは眼鏡で垂直に畳んだ、鎌状となり、捕獲用の付属詞となる。第一脚は細長く歩行には用いず、前に伸ばして、触角のように使う。残りの三体の足は、歩行に用いられる。あと体は楕円型で十二節からなり、前。 体とつながる、第一節はやや狭まる。次の第二節は、生殖郊外と一体の諸杯を持つ。サソリもどきとは異なって、第三節は、諸杯を欠如しており、これは二次的体化による結果と考えられる。末端の三節は、短い感情で細くなり、短い微節を持つ。ハバーディア・ペンタペルティーズのオスの微節ロレンディアス、ペタイグワールのメスとオス。 フレシに性的ふたなりを持つ、ヤイトムシの一種。微節の相違点にも注目。性的ふたなりは、微節から明瞭に見られる。メスの微節は単純の短い糸状で3から4節に分かれるが、オスの微節は特殊化して、節に分かれていない。一部の種類では、メスに比べて、オスのフレシは明らかに長くなる個体を持つ。肉食性。 湿度が高くて暗い場所を好み、落ち葉や石のも洞窟内などで生息する。配偶行動としては、婚姻ダンスを行うものが知られている。メスは、オスの微節に捕まり、前後に繋がって移動し、オスが地上に置いた製法を受け取る。産卵時には、メスは地中に小さな穴を掘って潜り、卵を腹につけて深まで保護する。 世界の熱帯を中心に広く分布する。日本では、琉球列島に、ヤイトムシ、ウデナガサワダムシ、小笠原諸島にサワダムシなどを産する。サソリモドキクガタ類の中で、ヤイトムシとサソリモドキは禁煙であり、かつて、ヤイトムシがサソリモドキに含まれる時期もあった。この二群は、 携帯と食行動に少なからぬ共通点を持ち、まとめてアリム地類を構成する。ありがとうございます。